こんにちは、吉野さん。多分このやり取り、このレベルでやってる人はいないでしょうね。 YouTube をやってる人は無数にいると思いますし、情報商材を売ってる人は山ほどいると思うんですけども、こんなねバカなことやってるのいないですよ。変態ですよね、完全に。で、しかもこういうことをやってる人にも、我々ですね、我々にもちゃんとこのやり取りの中で億万長者合宿のファンがいるってことは、これ厳然たる事実ですよね。で、再生数は確かに多くないんですけども、だから場合によってはね、やっぱり数百とか回ってますからね。で、安定して数十人の方がこのシリーズをずっと見てると。もしかしたらですね、最初のお話から全部じゃないですけども、だいたい過半数見てるみたいな感じの人もいるんじゃないですかね。100話やってたら5、60話見たよみたいな感じで。で、それはですね、やっぱりこうかなりセンスのいい方で、ここまで継続することが他の誰かにできるだろうかっていう、こう、まあ驚きとかね、それから納得感を持って見てるんじゃないですかね。でもよく考えてみると、多くの方は会社に出勤するっていうのを、多分律儀にね、1日12時間ぐらいのお仕事を30年とか40年やってきたわけでしょ。そして今もやってる人がいるんですよね。で、明日辞める予定はないわけですよ。この継続力の方こそ本当はね、すごいな、凄まじいなと思うのに、その継続力をもっと簡単な YouTube に移すだけなんですよね。YouTube でなんか特別なことやってるかって言ったら、別にそんなことなくって、多分会社に出勤してもバイト先に行っても、私と吉田さんがやり取りするぐらいの量の喋りはね、あると思うんですよ。で、それを YouTube でやってるだけなんですよね。だから実はやってることは一緒で、それやる場所が違うだけなんですよね。だからなんていうのかな、その場所の有効性というのか、昔ありましたよね。人通りの多いところで店をやるのか、それとも人通りの少ないところでやるのか、どっちがいいでしょうっていうことで、これどっちでもいいわけなんですよね。人通りの多いところではそれなりに人目に触れるチャンスがあるし、人通りの少ないところではニッチなお客さんがわざわざ見つけ出してきてくれるっていう長所があるわけですよ。で、私の商売の経験から言うと、立地第一で出した店は全部潰れましたね。だから立地が全てじゃないんですよね。で、今は立地は確かに私は悪いです。こうやって自宅の中で独り言言ってるだけですから、それをたまたま YouTube のどっかのアカウントから上げてるだけですよ。で、このインターネットの情報量っていうのは、多分地球1個分じゃ収まらないぐらい毎日毎日発信されていますから、それこそね、なんか太陽系とか銀河系の中で一点に、本当わずかなところにログを残してるだけだと思うんですけども、そこにやっぱこう集まってきてくださる方がいるっていうところですよね。で、これ結論として何が言いたいかっていうと、その売り込みに行かなくてもいいんですよ、ね、5年後の勝者の条件ではないですけども、一生懸命売り込みに行かなくていいと。ただこうやって発信してるだけで、そこに集まってくる方がいて、その集まってくる方っていうのは非常に共感度がね、親和性が高いので、あえてセールスしなくても商品は必ず出ていくし、一定の流通は起きると。そして動画を見てる人が何らかのね、恩義を感じて、何かのやり取りをしてくださる、その一つが入金であったりとか購入であったりするっていうところじゃないかなと思いますね。で、ここまで言ってもね、やっぱね、同じようなことする人は多分いないと思うんですよ。このやり取りをやる人がもっともっと増えても、まだ全然キャパシティあると思いますけども、なかなかね、いないですよね。教科書通りの売れる戦略っていうところに、多くの方は集中して、そこで過当競争をやって、ね、多くの人が敗北していってしまうって、その構図があるのかなと思います。あとはどうですかね。どっちが自分に向いてるかってところもありますけども、どっちなら、楽に続けられるかってことかなと思うんですよ。継続するのに苦痛だったら継続しないですからね。だから毎日勝負、毎日過当競争みたいなことやってたら、それは苦痛で続かないと思いますけども、こうやってね、リラックスした状態で自然体で続けられれば、それは苦痛じゃないんで続くかなっていうところありますけどね。その勝者の条件、勝つための条件というと、続けやすいことをやるってことかなとも思います。